テレビ見た時に家帰ったらすごい踊り出したんで、まあ、多分その頃から出たいと思って地元のバレエ教室に行ったのがきっかけです。まあ、生まれつき晴天性股関節脱臼で骨が股関節のソケットから抜けてる状態で、普通の人がこれぐらい股関節の傘がかぶってるとしたらこれぐらい浅くて可動域がすごく狭くて、子供の頃はずっとそれで幼少期が入院してて、で手術するまではなかったんですけど先生がガンって入れたからハマったらしいんですけど、人より可動域がすごく狭い、体も硬くて、やっぱりなんか踊りは好きだったし、人工にするよりかは自分の力で踊っていきたいって、その頃手術することはせずに踊ることを決めました。14歳の時、中学2年生の終わりぐらいで、イギリス、まあ、バーミンガムにまず入学して、でそこで一つ学校を行ったんですけど、バレエ学校だったんで朝からはまだローバースクールだったので勉強の時間があって、お昼ご飯過ぎてからやっとバレエできるみたいな感じを1年ぐらい過ごしました。まずで次の学校で自分のオーディションを受けて、次ロンドンのイングリッシュナショナルバレエスクールっていうところに行ったんですけど、日本人2人とかで、まあ、いろんな国から来てるんですけど、でそんな中なんかあんまり担任の先生に注意してもらえてなくて、まあ、他の子たちはこう結構可愛がってみてもらえたんだけど、自分はそうじゃなかったから、なんかお金を高いお金を払って何をしに来てるんでしょうみたいな結構悩み、どうにか先生の目を引きたいと思って、まず注意されないんだったら